カサガオリシャーシッテッテイス。このぐらいですね、つまみにもおかずにもなるという最高の料理、鮭ホイル。ホイル焼きってキノコだけでやったやつがあるんですけども、この時期って鮭食いたいじゃないですか。まあ僕が使うの塩鮭なんですけど、生鮭でやってもいいしんですけども、これがまあうまいんです本当に。今回は最高に美味しい旨味と香りを閉じ込めた鮭のホイル焼きの作り方をやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。いきます。まずね、鮭、塩鮭です。合わせて 160g とか 150g とか、甘塩鮭です。あの辛塩鮭とか中塩鮭とかもあるんですけども、全部できなくはないんですけども、調味料を減らしていただければ大丈夫。生鮭もあるんで、生鮭今の時期だとね、生鮭今日ちょっと売ってなかったんで、生鮭じゃないんですけども、あの生鮭でも美味しいです。もちろん生鮭の場合はちょっと塩振ってから使ってくださいね。はい、野菜群ですね。お好きなキノコね、3つ合わせて 100g ちょいぐらい、110とか 120g とかですね。舞茸、エリンギ、しめじやってますけども、3種類もしくは2種類ぐらいやっていただくと、すごく香りも出ますし旨味も残りますんで、3種類か2種類をブレンドしていただいた方がいい。そして玉ねぎですね。玉ねぎの甘みもね、あの鮭とすごく合います。このホクッとした玉ねぎ4分の1を使っていきます。で、レモン、レモンの香りもね、これはね魚に合うんですよ。あと鰹節です。まあこれ調味料群にあるんですけども、僕は素材として見てます。はい、2g で、ね、以上の食材で調味料がガイドなんでだけで済んでるガリコネコネコネです。今回ですね、ホイル焼きってどういうことかっていうと、やっぱりね、包み込むっていうのが大事なんですよ。アルミホイル包み込んで香りを逃がさないと。どういうことをしていかなきゃいけないかっていうと、やっぱこういうことだと思うんです。ちょ、そんなわけある？飛ばレモンサワー、これね、レストラン塩のね、鳥羽シェフにもいただいたレモンサワー。香りを包み込む調理法を理解するために、最高に美味しいレモンサワーを僕の中に閉じ込めていきます。いただきます。じゃあやっていきたいと思います。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずね、あのこの鰹節なんですけども、 2g の鰹節、こいつね、電子レンジ入れて40秒チンして粉にします。いつも言ってますけど、池盛りシステム、池盛りシステム使いすぎなんだよ俺ね。で、これ鰹節を40秒チンすると、鰹節の水分が抜けて粉にね、できるんですね。揉むと鰹節って結構歯についたりするじゃないですか。結構繊細な料理でも使えるっていう。で、今回はね、鰹醤油で食べるホイル焼きなんですよ。こいつをこうやって粉にする。お醤油だけでももちろんすっごく美味しいんですけども、こうね、鰹節の、ね、香りと旨味が乗るのね、乗った醤油ってマジパネーんで、こんな感じでね、いい粉になるんですよ。で、ここにお醤油ね、大さじ1杯、まあ大さじ1杯ないし、まあ、もうちょいかな、はい、大さじ1、今日ね、これ混ぜておきます。これね、鰹醤油になってめちゃくちゃうまい。これ置いといて、旨味をね、この醤油に移しといてください。お野菜もね、超簡単。もう玉ねぎはこうやってね、あのスライス薄くなくていいです。1センチあるかないかぐらいの、ね、感じで切るとホクッとして美味しいんで、玉ねぎも。で、キノコはね、ただただ裂くだけでうまいです。アルミホイルここにのせます。で、まな板と同じ大きさぐらいで、ここにもう玉ねぎから敷いていきますね。玉ねぎ、はい。で、ここでキノコ裂いていく、裂いていく、ほぐしていくね。しめじ、はい、エリンギ。舞茸はね、すっごいね、香りもあるんで、キノコ感出したいんだったら舞茸を入れた方がいいかなっていうふうに思いますね。で、あと舞茸は裂きやすいからね、調理しやすいんですよね、これね。こういう感じで、まあちょっと広げる感じ、こんな感じです。はい、結構ね、お野菜たっぷりになりました。で、ここに塩漬けなんで、あの骨ついてるんですけども、少しね、でもこれはね、後でね、あの取り除けばいいだけの話なんで、はい、食べるときにね、こんな感じでしょうか。で、レモンを切るの忘れてた。ちょっとごめんなさい、あのレモン切ってくださいね、これね。レモンを、輪切りでね、3つぐらい、大体6ミリ幅ぐらいでいいかな。鮭がこうあるじゃないですか、ここにこう、まあ、こうですかね。あら、
あら、かわいい。レモン汁とかでも悪くないんですけども、やっぱりね、皮ごとこうやって蒸した方が美味しいです。で、レモンのワックスとか気になる方、一回ね、沸騰したお湯にくぐらせて、よく拭き取ればワックス落ちます。で、ここに、ね、これだけだと包み込めないんで、今日量が多いんで、もう一回ここにかぶせます、はい、で、折り込みます。はい、で、全体をこう整えて、ホイル焼きなんでオーブントースターでやるやり方もあるんですけども、オーブントースターだとね、この15分ぐらいかければいいんですけども、今回ね、ちょっとオーブントースターない方もいらっしゃると思うんで、フライパンでやるやり方ね、至高のホイル焼きもそうなんですけど、フライパンでやり方ありますんで、それをやっていきたいと思います。はい、じゃあフライパン、持ってきました。で、水、まあ本当に、そこが覆いかぶさるぐらい入れました。で、火つけます。中火でいいです。はい、ドーンと。水を張ることによって、この全体が蒸し上がる感じになりますんで、あ、いいですね。ふつ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 いってきましたね。ふつ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 いってきたら、このまま蓋をして、このまま10分、これで10分待ちます。はい、ということでですね、10分経ちましたのがこちらでございます。はい、10分ぐらいなんですよね。さっきまでの水がね、結構ね、もうほぼほぼなくなってくるんですよね。で、こいつもう火止めます。こういうの使って、まあ、お皿に移すと。はい、と中身を見せていきますよ。ちょっといい、僕なんかね、こうやって包丁切れ目でいきます。おー、香りが、香り最高ですか。じゃあここに、これ最後の仕上げですよ、ブトゥです。そして、で、かつお醤油をまんべんなくかけます。で、ここに小ネギをね、ちょっとおネギさんを乗せると、あ、いいですね。ということで、究極の鮭ホイル完成です。はい、それではできましたので、食べていただきます。これはさ、絶対にうまいでしょこれ。見せてもらおうか、ホイル焼きの性能とやら。いただきます。これうまいわ、ほんと。キノコにもやべえ旨みが染みてる。これバターのさ、コクね、やばうまっ。鮭のうまさがたまらんっすね。上に鮭とバターとレモンが入ってて、で、これの下に全てを受け止めるこの野菜群がいるんですよ。こいつらがね、鮭のうまみが憑依して、ありえんうまい。んーな、これうますぎる。ということで、こちらいただきます。はい、これやばいね。これやばくない。後掛けしてる。でも、カツオ醤油も、うん、香りは残ってるけど、うん、なんかこう濃くなるかなと思ったら、こう下で汁と一体化してるから、そう、ちょうどいい塩梅で終わってる。これはこのままパスタ混ぜたら最強な気がする。最強だね。あ、飯とかもいけるし、まあね、パンもいけるし、もう何でもいいのよ。最高、やばい。これやばいね。やばい、レモンさんなくなる。多分ね、居酒屋にあったらこれだけ食いに来る。そう思う。ホイル焼きの魔術師、はい、最強。ホイルの錬金術師、ござっす、うん、よし。ということで、いかがでしたでしょうか。フライパンとアルミホイルでできるやり方になりますので、本当にうまいんで、ぜひ作ってみてください。まあ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 、2本目、まだ2本目だったの。最近さ、弱くなってきたんですよ、本当に年のせいで。このチャンネルを見てる良い子のみんなも、35過ぎると来るんで、ちょっと気をつけてください、本当に。